ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は日曜日です。日曜日だけど、お父ちゃんはちょっと勉強でもしようかと思っております。このところ仕事でできなかったので、はい。ジャン君は邪魔をしないようにお願いしますね。はいはい、わかりました。これね、邪魔しないようにできる？はい。はい。はい、パンちゃん。おー、パンちゃん。パンちゃん、今日はなんであんなにおなかしたの？夜中に二人で起こしに来ましたね。ジャン君のが甘えてきたのでなでなでしていたが、ポンちゃんがいきなり私も私もってすごい大泣きしたんだよね。すごい大きい声で泣いてるね、ポンちゃんね。私も攻撃すごかったよね、ポンちゃん。その後なでなでしたらおとなしくなりました。甘えん坊のポンちゃんでした。はい、ジャン君、ジャン君、はい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 、ポンちゃん、少し細いそれだと。もうちょっと開けようか。はい、はい、どうぞ。はい、いらっしゃい、ポンちゃん。はい、はい、いらっしゃいませ。何ですか。ポンちゃん、たぶんキャリーの中だよ。はい、うん、
パンちゃん。よいしょ。はい、パンちゃん。パンちゃん。パンちゃん。反応なし。ポンちゃん生きてる？ポンちゃん。ポンちゃんあれだよね。ポンちゃん。はい。ポンちゃんくんもおいで。はい。ポンちゃん静かにね反応してるんだよね。はいちゃんくん。でね。はい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 、はい、抱えて、はい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 。はい、どうぞ。はいはい。はいはい。長く伸びた。はいはい。いいね、ジャン君。あら？私もさ、すごいいっぱいブラッシングしたよ。一日5、6回じゃ済まないね。一日どんだけしてるんでしょうね。たくさん毎日ブラッシュをするおかげでサラサラ。はい、サラサラです。全然サラサラ。あ、そこですか。よいしょ。はい、わかりました。すぐやります。ポンちゃんをブラッシングしていいですか、ジャン君。はい。よいしょ。冷たいし。はい。逃げるのか。いや、カリカリだったそうです。はい。ジャン君、ジャン君面白いね。あれ？あれ？おいでおいで。なんか座布団の座り方が面白いって言ったとこなんだ。